作品の一つで、ジェリー・グレイというフレミアのメンバーが作った曲なんですけど、あの映画の中では非常に感動的な、あの最初に真珠の首飾りを奥さんにあげたのは、七流れの偽物だったんですね。でこの時に初めて本物が買えるように、経済的にも潤っていたというのを表している場面がありました。ムーンライスセレナーデのヒットで突然大金持ちになったわけですね。さてこのグレン・ミラーはもちろんビッグバンドで、管楽器はこの4人の他に管楽器だけで13本います。4トランペット、4トロンボーン、5サックスという、そのブラスセクションのとこも一緒に吹かなあかんので、休みが、いつもなら休みなとこが全く休みがないと、というような状況でビッグバンドのアレンジメントをそれでもやりたいなと思うような曲がやっぱりあるんですね。グレン・ミラーの、今のモンラスのムラスのキャムなスリングパウルスもそうなんですけども、次のカウント・ベーシーバンドのフレックフェイスという曲も、そのうちの1曲です。作曲したのはサミー・ネステコ、ちょっと後の方かな、何期かの後の方の、カウント・ベーシーバンドの作編曲家です。フレックフェイス、そばかすのある女の子の顔みたいな感じではないかと思いますが、可愛らしい曲です。これも、ブラスセクションのところも全部サックスがやるので、ちょっとまあ大変なんですけど、楽しんでください。